何度か入ってみたかったんだけど毎回入らなかったんだよね。ないっけそんなの。わかんない全然嘘かも。でもトマト、太陽のトマト麺ってお店、え、いやね、結構すごい。これ小5、6ぐらいの時に見たよ普通に。それで覚えてるの結構すごい。ヘデシャタだ、え、すごくない？結構分かってるもん。え、結構すごいんだけど、これ結構すごい記憶力が。小学校なんだけどびっくり。自分でも覚えてると思わなかった。こんにちは。ラーメンなの？なんかいろんな料理あったと思うんだけど、ないのかな？ラーメンなのかな？青山行かないな。行かないな。なかなか行かないよね。何か用がないと。こんにちは。チェーン店なんだ。こんにちは。こんにちは。もしありがとうございます。誰か食べたことある人いないのかな。食べたことあるの？どうだった？めっちゃ美味しそうだなと思ってた。そうなんだ、境あんま行かないから分かんないんだよね。そうなんだ。でも愛知にはないんだね。トマトめっちゃ好きで、ラーメンは嫌いなんですけど、まあ、いけそうじゃない？ラーメン嫌いだけどトマト好きだ。なんだそれ。くまちゃんありがとう。どうもありがとうございます。すごい、うちと同じ明るさって言われてる。すごいいい感じだね。じゃあ目に悪くないレベルの明るさ。こんにちは。
にちは。ラーメンに洋風和風があるんだ。何も知らないや。何も知らなすぎるかも。ちょっとあ、どうもありがとうございます。ラブリーさんにラーメン嫌いって言ったらめっちゃびっくりされた。こんにちは。どら焼きです。こんにちは。そうですよ、ラブリーさんはラーメンが好き。チュロス好きなタイプの顔。不思議、不思議なこと言ってる。 ありがとうございます。結構シナモンが好きで、あのシナモンドーナツとかシナモンのパンとか結構好き。なんか油っぽい、わかんない、最後に食べたのがめっちゃ前だからあれだけど、あんま好きじゃない。シナモンって好き嫌い分かれる。チョコミントも好きだからさ、なんかどちらかというと苦手な人の方が多そうなさやつは結構好きなんだよね。逆にラーメンはみんな好きそうなのに嫌い。中華粥って 何それ。どうもありがとうございます。シナモンロールも美味しくて好きです。サムギョプサル好きそうでも、サムギョプサルは胃もたれする。好きだけど胃もたれする。めっちゃシナモンロールめっちゃ美味しい。パクチーは食べたことない。こんにちは。シナモンロール、あのパン、こんばんは。生クリームはもともと苦手だったんだけど好きになった。焼肉でもハラミとかで、焼肉はハラミが最高ですね。
送もありがとうございます。どうもありがとう。お寿司派ですね。焼肉も好きだけど最近はお寿司派かな。焼肉も好き。でも今日ちょうどマック食べたいって久しぶりに口に出した。やっぱマックは冬なんだよね。冬に自主練の後にゴガちゃんと雨の中マックを買いに行った青春です。こんばんは。ハマチ美味しすぎ。普通にハマチやばい。ハマチ美味しすぎる。まだ冬になったら来るんじゃないかな。うん、そうなんです。でもなんか部活ってさ、雨の日ってめっちゃなんか覚えてない？雨の日の試合とかってめっちゃさ記憶に残るくない？サーダンから見たさつきちゃん赤ちゃん、子供なとこあるなと思うけど、しっかりしてるなって思う。赤ちゃんじゃないよ、さつきちゃんはしっかりしてる。ママ、でもそれも美味しいと思う。やったことないけど、やったことないけど美味しいと思う。お寿司屋さんのいいところはなんか焼肉ってもう胃もたれしたらもうなんかどうにもできないんだけど、お寿司に関してはガリがあればどうにかできる。胃を雨の日にディズニー行ったらあんま行ったことない気がする。どうなんだろう。こんばんは。もうガリ命、もうガリなかったらもう無理だもん。もうガリなかったら無理。え、ガリってそうじゃないの？胃を整えるんじゃないの？なんか2缶ぐらい食べた後にガリを食べるともうなんか最初から始まる。また、だってなんか2缶食べてもう1回毎回食べる。え、いい、そうなの？リセット？え、あ、そうなの？胃をなんか胃がさ全然変わるんだけど違う？絶対違くない？味や匂い消すためだったらさ、それやばくない？味を消しちゃったらちょっとやばくない？
こんにちは。え、めっちゃ不思議なんだけど、ガリからのお茶からのコーン軍艦って、不思議すぎ。めっちゃ不思議。すごいね、なんかめっちゃ不思議だよ。そんな方初めて聞いた。え、そうだよね、ガリってそうだよね。ガリって本当に素晴らしくない？なんかすごいいいよね、ガリってめっちゃ便利、便利すぎる普通に。二度目ありがとうございます。生姜に目なんてあるんだ。こんばんは。生姜使う時もあるよ。生姜焼きとかは使うよ。ハマチ、甘エビ、ホタテ、中トロ。ベンチにつぶ貝とか。基本的にあの甘エビとホタテってので分かると思うんですけど、甘いの好きなんですよ。甘党だからお寿司にも甘さを求める。わさびいけるよ。こんばんは。でもわさびいらないネタもあるよね。わさびない方が美味しいと思うネタ。でもわさびこそさ、何のためにあるの？なんか味？味っていうか、なんか香り的な要因かと思ってるんだけど、合ってる？アナゴ食べないんですよね。でもゴアちゃんアナゴ食べててさ、なんか広島名物らしいね、アナゴって。卵は、卵ってあれ？だし巻き卵？私卵焼きはね、甘いのが好きなんですよね。でもあったら食べる。あってなんか食べたい気分だったら食べる。で、若い人ってみんなアナゴ好きなんじゃないの？って言われて、おーおーおーってなりました。でも流行ってないなんか広島若い人みんな好きだよって言われたけど、そうなの？広島の方いますか？なんかさ、TikTok にさ、なんか細いさ、サイコロぐらいのさ、正方形の長いサーモンにさ、いろんなものつけて食べるみたいなあるじゃないですか。最後一本残すやつ。あれめっちゃ羨ましい。あ
れやりたい。あれは全部醤油とわさびでやりたい。ありがとうございます。なんかご飯なしでさ、お魚だけ食べれるってさ、めっちゃ贅沢じゃない？普通に。こんばんは。なにそれ、普通にさ、食べるやつ、あれ羨ましいよね。二度目ありがとうございます。不思議、油淋鶏丼食べてって言ってる。不思議、なんちゃら食べたいって油淋鶏丼が出てくるの不思議。あ、どうもありがとうございますね。エビマヨとエビチリ丼、なんかさ、エビマヨをさ、この間初めて食べたんですけど、どっちも美味しいよね。でもなんか本物のエビマヨと本物のエビチリを食べないとわからない。私が食べたのは本物のエビチリ、食べたことあるけど、エビマヨを本物食べたことない。こんばんは。でもエビチリの方が美味しいんじゃないのかな。そう、エビマヨおにぎりは食べたことあるけど、あれ本物？エビマヨ。こんばんは。どうもありがとうございます。あれ本物なんだとしたら、エビチリが食べたいかも。なんか今日みんなにさ、味仙めっちゃ言われる、味仙なんちゃらってなんか言われたよ。握手会の時も味仙が美味しいからみたいな、そういうお話されたし、今もコメントで味仙って美味しいんですか味仙って。こんばんは。なんでだろう、本物のエビチリ殻がついてるって、取っちゃえばいいのに。あ、そうなの。辛さに自信がなければ最初はマイルド。辛さには別に、そんな自信ないわけだ。ね、そうなんだ。お店ごとに味がちょっと違う。決まってないんだでしょ。でも昨日のお弁当が中華で、なんだっけ、チンジャオロースだったんですけど、エビチリ食べたかったんですけど、なくなっててなくなっててチンジャオロースだったんですけど、見事に胃が痛かったですね。ニンニクチャーハンが美味しい。私ニンニクがなんかそんな好きじゃなくて、ピーマンは好き。
ピーマンの肉詰めめっちゃ好きだしね。こんにちは。胃に来るんだ。じゃあダメだ。胃に来ないメニューある。ペペロンチーノもあんま好きじゃない。どうもありがとうございます。こんにちは。初見ありがとうございます。どうもありがとうございます。なんだろう、何炒めって言うんだろう、なんだろうそれ、野菜炒め的な。大丈夫だよ野菜炒め。でも酢豚は結構好き。胃に優しいよ酢豚。お酢だから、お酢はやっぱ胃に優しいですね。青菜炒め、なんだろうそれ。油が苦手なんだと思う。多分天ぷらとか、天ぷら、唐揚げ、アジフライ、アジフライ結構やばい。揚げ物、まあ、揚げ物系、油っぽいものだね。でサータンと味覚合いそうだってめっちゃ珍しいよそれ。めっちゃ珍しいよそれは。結構な確率。でも唐揚げはなんかこう大根おろしとかそういうのがあればできるよ。あ、食べれるよ。天ぷらとかも大根おろしとかだったら大丈夫。お肉の脂身もちょっとあれだよね。好きや行かないよね行かない。みんなもありがとうございます。こんばんは。牛です。もうね、大根おろしってね、もうね、素晴らしい。杏仁豆腐は苦手です。ハンバーガーはデミグラスがいいです。普段何をこの食べてるの？ハンバーグですかね。1回目ありがとうございます。こんばんは。マクドでナゲットも頼む。たまーに頼むよ。でも基本はポテト。たまーに頼む。ねえねえ、いや大根ラブだよね普通に。ぶり大根とかもあのぶりだけだったら本当に結構やばい。大根、先に大根なくなっちゃう。
お肉屋さんのハンバーグ。こんばんは。みおさんは肉の区別ができません。じゃあ区別ができるようになるまで一緒にお肉食べに行きましょう。みおさん、もうね、大根が先になくなっちゃう。初めまして。みんな作れるよ、レシピある。こんばんは。どうもありがとうございます。でも最近は半分の大根とか売ってますよ。こんばんは。こんばんは。なんだろう今日。美味しいよね。てか、なんか韓国のあのチキン屋さんに行くと出てくる、なんか韓国のなんか大根の漬物みたいなのが出てくるんですけど、それがめっちゃ美味しい。胃に優しい。こんばんは。うん、白いなんかサイコロ状の大根がなんか酸っぱいんですけど、白くて普通にお漬物みたいな。格的とは違うんだよね。なんか本当にお漬物って感じ。いや、普通に浅漬けの大根かな。それが出てくるんですけど、美味しいです。こんばんは。甘めのお漬物なんですけど。こんばんは。そうだ、チキンムだ。そう美味しいんだよね、めっちゃ。こんばんは。どうもありがとうございます。
今日はあれじゃないですか、お米の気分じゃないですか。なんかさ、ケータリングとかでもご飯食べない子いるんですけど、私はもう白米がないとダメ、白米命でしょってぐらい毎回白米取るんですけど、あんま取らない子多い。味噌、納豆、漬物、チーズ、アボカド、ほうれん草、大根、トマト、脂質分解酵素なの？納豆は二口だが好き、味噌も好き。きゅうりは味噌と一緒に食べたい人です。わかりますか？きゅうりはマヨネーズとかじゃなくて味噌と一緒に食べたい。それが一番おいしい。お漬物も好き。チーズはまあ、もたれるときはもたれるからあんまかも。アボカド好き。ほうれん草あんま食べない。大根好き。トマト好き。今日はカレースープがあったらしいんですけど、時間なくて食べれなかった。嘘、きゅうりそのままなの？味噌つけた方が美味しいですよ。こんばんは。ね、辛かったらしい。ね。でもさ、どんぐらい辛いのかとかさ、食べてないからわかんないよね。こんばんは。でもカレーは絶対甘口派なんですよ。こんばんは。赤味噌は確かに合わなそう。ココイチは行ったことないです。56分までかな。56分までやりますね。なんか辛いのが苦手なわけじゃないんですけど、絶対カレーは甘口が好きです。カレー作るとき甘口と辛口混ぜます。それ中辛にすればいいんじゃない？違う？それ中辛買ったら早くない？こんばんは。こんばんは。ダメなのかな、中辛じゃなんか違うのかな。カレーは甘いのが一番ですよ。甘め、絶対甘めがいいと思います。こんばんは。どうもありがとうございます。何で甘くしてるの？わかんない。わかんない。こんばんは。
でも辛口のカレーってあんま食べたことない。まずもうずっと甘口。でもたまに中辛だとなんかもうあれだなって思う。甘口の方が美味しいなと思います。どうもありがとうございます。嘘、甘いのいいと思うけどね。こんばんは。テレビとかでよく激辛ってるけど、激甘ってあんまりこう来ないんじゃない？うまくリアクションが。でもあるよね、世界で一番甘いスイーツみたいなのあるよね。もしかしたら激辛より激甘の方がきつい可能性あると思う、こんばんは。こんにちは。こんばんは。どうもありがとうございます。辛さ痛みって聞くけど、甘さなんだろう。何、耐えとか。耐えじゃない、耐え。いや、なんか激辛はまだ飲み込める気がするんですけど、激甘に関してはもう飲み込めない気がするんだよね、甘すぎて。だからさ、なんか唐辛子を飲み込みなさいって言われたらさ、まだ飲み込めるけど、砂糖を大さじ1杯飲み込みなさいって言ったら無理な気がする。こんばんは。なんか多分甘いのがきついと思うんだよね。どうもありがとうございます。意外といける、激辛は。甘いのと辛いのどっちにするって言われたら、それは辛いの選ぶかもしれない。
意味は悪い、めちゃくちゃ。そうだね。こんばんは。嘘、酸っぱいのが一番辛い。イルメありがとうございます。こんばんは。ニックネームはこれで固定です。こんばんは。明日は愛知最後です。
もありがとうございます。にやられてはいないけど妹にはしたいです。イエイイエイ。どうもありがとうございます。こんばんは。ありがとう。こんばんは。めっちゃ楽しそうで何よりすぎ、めっちゃ楽しいです。先輩方のおかげですごくなんか癒やすいし楽しい。こんばんは。特に10期の先輩はみきさん、みおさん、りかさんはよくしてくれます。本当にありがたい。こんばんは。ラグビーさんもめっちゃ話してくださいますし、アイリさんは相変わらず優しいですし、ユキさんもめちゃくちゃ優しい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ほら、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、どうもありがとう。こんばんは。二度目ありがとうございます。暗いからかな。暗いとが質よく見えるんじゃない。こんばんは。どうもありがとうございます。こんばんは。
がとうございます。こんばんは。おいしい、ありがとう。本当ありがとう。さらちゃんは洋菓子と和菓子どっちが好き？和菓子ですかね。でもリンゴ飴ってどっちだろう。和菓子かな。和菓子の方が胃に優しいですね。どうもありがとうございます。カタカナじゃないから和菓子かな。ミオさんも和菓子が好きです。こんばんは。でも緑茶が飲めないのであんまりあるあんまりあれかもしれないな。明日も仕事、明後日も仕事、その次も仕事。ほうじ茶飲んだことないか。そう、抹茶があんま好きじゃないっていうのがあれかも。わかんない、もうあれだから、あれだから、もう大人だから変わってるかも。その次も仕事。ほら、ありがとうございます。顔はマカロンって感じ。ありがとうありがとうありがとうかな。誕生読みます。13位ドラゴン、12位恐竜、11位サータン、10位男の子、9位ボブ、8位ラスカル、7位魔法使い、6位猫、7位嘘、5位柴犬、4位サータン、3位サータン、2位サータン、1位は何だろう、見えないな、なんでいないんだろう。1位マスマロかな。マスマロだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ほうじ茶は飲んだことないんだよね。でも苦くないならあれかもしれないな。あと4分あります。あと4分です。こんばんは。麦茶飲めるよ。でも麦茶の麦が強すぎると飲めない。一番はそう、顕微茶。
こんばんは。ありがとうございます。明日もよろしくお願いします。そして9月もあります。9月の幕張メッセもお願いします。お願いします寝坊したことないからね。アイドルタワーアイドルタワーって。こんばんは、ありがとうございました。ありがとうございました。かわいいもありがとうございます。また明日です。また明日です。ありがとうございました。バイバーイ。